ちりする。ブリーズ。結局聞かないんだね。聞かないはず。なんかあのキャラ選択だけボタン聞かなかった。パッドの。先生にこの力を試すときというわけです。いや、顔裏はぬいぐるみ専用だった。ははあのタイミングでなんかこうチュートリアル的なあれが入ってるやつ初めて見た。でこれちょこの曲がさちょっとつぼるんだけど。でさしよう。あこのボタンあそんなよかったよかった。さっきから会話送りが分からなかった。バッタ遊びが緩すぎるせいで。左に動いてくる。このコントローラーも軸ずれてんのかな。すごくアラート音臭。いや、このタイミング唐突にさ「ドゥルルルルルドゥルドゥル」言われたらさそれは仕方ないよ。ちょっと次いつかのチュートリアルが入るかちょっとすごい楽しみなんだよ。トゥトゥルトゥルルルトゥルトゥトゥルトゥルルルトゥ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 ル。なんで左キーが入る話になるのかな。やっぱ軸ずれてんのか。勝手にうちの子が左に動くんです。
次いつチュートリアル入るの？やばい、これはまずい、ボブだ。かっこいい。ちょ、勝手に左にずれるかも。柴田しかいないのか。実はこれナノフォーブラスト2だから。俺もあれかな、このさ、敵を倒したらサークルが出て、重ねて殺すと、スコアアップを取り入れるべきなのかな。
れは時代にのっとって。やたらデデンさせるべきやろな。てかさっきのプレイでさ、あの一発死亡したよね。音響大きくなった。一面のチュートリアルでこの盛り上がったのが久しぶりだもん。え？え、だって60いくつで長くない？いや、使うわ使うわ使うわアホデデンじゃないよ、まったく。いや、もういいよ、ノーマルショットを使うのは。すごいとこができてるんですよ。もし4個見逃せ？でもやっぱ左がはい、やっぱ柴田さんチーズ。あ、ボスが動いた。いやだからちょっと待って。軸がついて、普通のコントローラーならできるんだけど、なんか左に動いていくから。てかさ、あのさ、あのタイトルに戻ると画面終了画面を保存だったけどさ、普通コンティニューとかじゃないの？終了画面保存って何？